はい、というわけでどうも皆さんこんにちは、コウネでございます。今日もリトルナイトメア2続きからやっていきたいと思います。で、前回、手からですね、手やあの光、これを当てることによってね、動きが止まる人形からなんとか逃げ切ったところなんでございますけれども、で早速ね、不穏なんですよ。なんかね、明らかになんか入ってる袋動いてんのよ。まあこれで行くしかないんだけれども、とりあえず行こう。落ちてくるのか。落ちてくるところの話じゃなかったね。となると、ちょっと待って、この人先生か。天井歩いちゃダメだろ。虫か、お前虫か。行く先行くぞ、先行くぞ。うわ、ちょっと待って。いや、ほら、来るやん、すぐ来るやん。分かったよ。どうなってんの、この人。どうなっとる、この人。これ戻ったらいいんじゃない、これ。持ち上げぬ。ゴールだ、どこだ、ゴールは。あー、そこにボタンがあるね。となると何か投げつけないとダメだ。どうする。それ何やってんの、先生。先生、あ、いや、これはさ、6と協力してボタンを押すパターンじゃないの、ポチッとなと。大丈夫、OK じゃない。あー、そこに人形置いたんね。人形置いてあるわ。あれを使えってことか。OKOK。っていうか、だいぶ重症じゃない、奥の人たち。行くか。どうしよう。どこまでがあいつが反応する範囲だかわからん。見てる。取れちゃう、そんな引っ張ったら。行ってるうちに。ゆっくり行こう。慌てる必要はない。慌てる必要はないけど、隙を見るしかないね。隙を見よう。今出たらまずそうだよね。今はまずいんじゃないか。よし、ここだろ、ここ。完璧、余裕だよ。余裕じゃないかも。よし、来た。
これ行ったらいけるだろう。てか先生さ、先生同じ人何回も見たりして楽しそうだな。楽しそうだな。先生、そっち行かなくていいんじゃないかな。そっち行く必要はないと思うんだけど。先生。あれ、もしかしてこれさ、戻ってきたら閉まっちゃうんじゃない？閉まんねえわ。なんで行くんだ？楽してんな、先生も。ついていけばいいかな。大丈夫かな。いやもう自分ちのように行くね。シックスは余裕じゃねえか。お疲れ。で、待て。怪しいぞ。ああ、先生ダメだよ。先生ダメだよ。顔とか急に出しちゃダメだからね、絶対。やめてくれよ。やめてくれよ、マジで。いや、怖え、大丈夫かな？急にこんにちはしねえよな。見よ、一応。ん？さすがにこの棒下降りるしかなさそうだっけん。これか、ここからじゃない？ああ、鍵あるパターンか。あいつから逃げつつ鍵を探すしかないわけね。これ引っ張れんじゃない？はい。ん？ああ、そういうことか。ずるいよ。お前、一人だけこっち送り込むなんてひどくないか。鍵どこだ、鍵。ちょっとあの下行こう。とりあえず下行こう。で、どこだ？先生いないっすか？あ、鍵あそこにあるな。となるとそんなに先生を気にすること気にしなくてよさそう。よしよしよし。そしたら雰囲気的にはこれを引っ張り出して、引っ張り出して、でこういうことでしょ。でこれこう、で、でどうすればいいんだこれ。引っ張り出せれば全部引っ張り出すか。引っ張り出せるでしょ。
らっしゃいました。この先を開かないね。となると、とりあえず行くだけ行くか。登ります、登ります、ジャンプで、これダッシュで行けんじゃない、ほら行ける。あ、で上か、上を通って、で鍵をゲット、で鍵を取ると、先生が来るかと思ったけど来ないな。よし、帰ろう帰ろう、早く帰ろう。ヘイヘイ、よしよしよし、ありがとうございます。 OK、 じゃあ行こう。で開けると、もう余裕じゃないですか。なんだ、余裕じゃねえかよ。ためらってるってことなんかあるな。あ、上からか。その後こっちだね。ほいさ。ん？どうした？どうした？なんか違和感があるのか？違うか？特に何かあるわけじゃなし。よいしょ、オッケー。じゃあ先に行きますよ。これ下は、ああ下行けねえね。よしよし、で上に向かっていくと、脱出じゃないこれ。もう病院ちょっと長かったもんね。脱出じゃねえ。え、ああびっくりした。先生仕事してらっしゃる。どこだ、先生手洗うんだちゃんと。机の上にノコギリがあるでしょ。出てきた出てきた。しかし先生アクティブに動いてる割には体に脂肪ついてんな。おお、切ってる切ってる切ってる、いけるか。シックスシックスシックス、オッケーオッケーオッケー。意外とガバイぞあの先生。これどうやっていく？そこに入れちゃ無理だな。押し出さないでよ私を。私だけシックスにはミミクもしねえ。ちょっと待って、マジでよくわからねえな。ちなみに投げ込むとさ反応したりするのかな、あの人。反応するな、ちょっと。
そこにあんのか。これどうする？隙が見当たらんな今のところ。往復して手を洗うでしょ。で眺めてるだけで終わってるな。ちょっと出られん。何かあるはず。何かあるはず。瓶がある。マジでわからん。あいつ何かに反応するんだよね、多分ね。あ、全然ミミクもしない。動かなかったら大丈夫だったりする？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 うん、ダメだ。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 じゃああれか、うん、こっちの部屋に連れ込んでだよ。何やってる何やってる。でこのまま行く。このまま行く。行ける行ける。で引っ張る。で隠れる。スライディング。よしよし。あとはスピード重視だね。興奮されるのはいいんですけど、ちょっと壁に頭入ってる。どうなってんの先生。体先生先生先生、こちらです。先生こちらです。なんで何にハマったの今。ちょっとブルブルしてる場合じゃないでしょう。先生ちょっと なんだ今何にハマった。シックスか邪魔したのもしかして。先生こちら、
でこちら先生こちら。だからなんでハマっちゃうの。か先生をこの辺に招きないとダメだ。とりあえず先生、先生こちらです、先生こちらです。先生いた、先生いったから今のうち。いやいやいや、先生帰ってきちゃった、先生帰ってきちゃった。先生、先生なんで、なんでそんなに素早いの今日は。先生どうも。なんでよなんでよ、なんでだと思う。シックス、これスライディングでいけないんだけど。いけるよね、ほらほらほら。ちょっとシックス邪魔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 、完全にシックスだこれ。ふざけんなよシックス、さっきからいけないのシックスのせいか、お前のせいか、完全にお前のせいだよどうしよう。そうなるとダメだ、ここにシックスがストッパーになってるから。これだこれ、よし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 、全然よくないよくない全然よくない。いやーマジで、ちょっと待ってちょっと待って、こっちの部屋に長生きさせる理由がどうすればいいんだ。どうやればこいつ長生きするの、この部屋。シックス、ちょっとどいてどいてどいて、そこちゃそこ邪魔そこ邪魔そこ邪魔マジで邪魔、何やってんのシックス、ここで待機してるシックスは。ちょっとねマジでありえんから、そういうのありえんから、マジでありえんからさ。入ったでしょ、ちょっとシックスちゃんマジだんだんだよシックス、そこいないでくれよシックスさんよ。ふざけた場所で待機しやがって、行ってもうなんだよなんだよシックス、それはあかんって、マジバカにしてるだろうこっちを。一回あれだ、こっちの机の下にシックスを放置して動くしかない、自分で動くしかない。うぅうぅうぅ、とりあえずここまでで分かったのが、シックスが今一番の障害になってるから、シックスを動線から排除する、まずそれが一番大事。シックスを動線から排除した上で私は駆け抜ける。先生のパターンが分からんちょっとマジで先生のパターンが分からん、絶対やっちゃいけないのがシックスをここに固定させることが一番ダメだから、シックスを連れてとりあえずこちらへ。よくないって、なんで先生ちょっと行動パターンが読めないよ、どうすればいいのこれ。先生ライトで照らしたらしたらいいわけ、どうされたい先生、どうされたいの。シックス、マジでシックスが、いやー難しい、ちょっと待って、ダメだダメだ、これなんか隠れられない、隠れられない、無理だ無理無理、いやーちょっと難しいよ。
いや、マジでさ、どうしたらいい どうしたらいい。とりあえず6が邪魔でしょ、まず。第一の関門が6よ。なんだかんだ6が一番邪魔。で、ここで、これだけでさ、通り抜けらんねえんだもん。通り抜けられた。隣行ってくれ、隣。隣の部屋行ってくれ。くれ、わからん。正解がわからん。敵の動きはバグすぎる。ちょっと待ってくれ、マジで。引っかかってる、引っかかってる、引っかかち。もうもうなんだここ。くそ、ここだけで何トライさせる気だよ。本当に本当にマジでお願いします。このままもう終わらせてください。もう、わからん。わからん。わしにはわからんぞ。とりあえず、出して第二段階行くとことすらできん。手伸ばした瞬間に、ここ。先生、足早いって。全然今日余裕かなと思ったけど、全然進めなくなっちゃったぞ。走んなければ気がつかれないんだ。とりあえず、走ると気づかれる、走ると気づかれるぞ。何もないな。ここにさ、なんか入り口みたいなのもあんだけど、これってあ、なんかできるじゃん。あ、初めて気がついた。え、何これ。とりあえずこれ、こっち行くしかないか。やっと進んできた感じだね。で、これか。ほい。ジャンコ。で？なるほど、これで行くのか。道理で今まで何もできねえわけだよ。なんで乗れないの、なんで乗れないの、なんで乗れないの。よしよし、無駄な時間を過ごした無駄な時間を過ごした。なんということだ。こんな簡単なことだったなんて。
失礼しました。よしよし、またダッシュパターンか。え、来たら何やってる。行くしかねえ。流れよ流れ、流れに乗れ。はいはい、スライディングのタイミングが早かったみたいですね。よし、脱出するぞ。これで出よう。もうよし、なんでスライディングしてないんだ。よし、あ、またスライディングしなきゃダメ。あそこ、行こう。はい、おお、なんかラッキー、なんか何かに引っかかってるぞ。ライティングできねえな。ちょっと落ち着いて大丈夫。落ち着けないね。行くしかない。頑張れ。よしよし。よし、抜けた。あ？あ？どうしたの？あ、こう。ちょっとあかんじゃん。ここに一回入っちゃえばいいんだな。下から出るとっていうか、あの上のあれ、先生消えたんだけど、どういうこと今。はっ、ちょっと待って、今バグでしょ、完全にバグでしょ。今のバグだよね。とりあえず分かった、とりあえず先生を招き入れて焼却処分するんだ。早く入って早く、何やってんの。ちょ、バカ。いい。で、下に降りる。はいはい、すいません。通りますよ。出られない。走れ。何すっとるか歩いてんじゃよ。よし。先生、すいませんが。外れ。よし。うん。方向性は間違ってないね。まず最初のところよ、最初のとこ。さあ、入り口のところが一発でいけないんだけど、舐めてないですか。ほら、これよ、これ、このタイムロスでかいよ。よし。
間に合え間に合え間に合え頼む間に合ってくれ間に合ってくれ、あっすあっすあっす、よし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 出た、はい、あこれか、はい、やった焼却してやったぜシックス弾を取るんだ、それでやるな、やっぱ場数踏んでる数が違うな、踏んでる場数の差が出てしまったようですね。よし、じゃあまあ君が温まってるし、ちょっと出る準備整えとくわ、頼む、エレベーターかなんかかな、これきた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 、よし行こう。シックスごめんな、さっきあの手術室みたいなモルグでさ、お前超邪魔だとか言って、君がいなけりゃゴールできなかったわ、本当にごめん。完全に右に行くパターンだね。脱出じゃないのこれ。脱出できるんじゃないこれ。さすがに脱出でしょ。よしよし出れそう出れそう。よいしょ、じゃあ出よう、よし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 、出た出た出た、で、サッカーして先へ進んでいくと、何もなかった。ごめんね。行こう。いやーきつかったな。まさか先生焼却処分して終わるとは思わなかった。お、なんか、お、え、何これ。服がなんか捨てられてる。めっちゃ捨てられてる。でアパート入ってきたな。よし、じゃあ今日この辺で終わりにしましょう。次回はまたこの続きからですね、このオンボラアパートだかなんだかわかんないですけど、こちらをやっていきたいと思います。ここまで語りは私コイでお送りいたしました。それでは次回まで、さよなら、バイバーイ。シックスごめん、いらないとか言ってごめん。あ、めっちゃ嫌われてるすごい嫌われてるそら嫌われますよな。